はい、随分時間経ちましたね。12時過ぎました。ちょっと遅くまで仕事してたんでね、寝て起きて、こんなになっちゃいました。大家なんか作ったらね、うちの奥さん作りました。味噌汁もあるね。これは嬉しいね。朝はこれ食おうかなと思ったけど、体重上がったら、また100キロ超えてんだよ。ちょっとおかしくね、俺。っていう感じで、これからちょっと晩ご飯作って、晩ご飯っていうか昼ご飯というか晩ご飯、昼ご飯というか晩ご飯というか晩というかを作りましょうか。これで、まず煮しめ作ろう。もうやられてるからね。これ何しようかな。フライにするか。煮しめにあとフライだろ。なぜ煮しめにするかっていうと、これが、ね。俺作った厚揚げがある。俺が作った厚揚げがある。やっぱ、三つ豆があった。なんじゃこれ。これもいけますね、煮しめね。煮しめ。煮しめっていうのはね、やっぱり、うちの食卓の中では、一番核になりますよね。それさえあればなんとかなるよ、っていうさ。だいたい一回作ると2、3日は持ちますから、これこんにゃくね、こんにゃく、こんにゃく。水で、煮ておきますね。一回作れば二回し持つんだよね。それで、週に三回ぐらいやりますかね。で、ほら、かぼちゃなんかあったらかぼちゃも入れちゃうんだ。で、だんだんね、大根が美味しくなる。あ！大根ないよ！大根ないよ。そうだ、昨日もつ煮に使ったんだ。もうダメじゃん。どうすんの？人参使うか。はい、やっぱ。で、大根抜きでね、今日は、ちょっと、お肉に作ってみましょう。大根抜き、大根抜き。これね、人参でしょ、椎茸でしょ。あとはこれ、みょうがだね。このキノコも入れちゃおうか。あ、これ、インゲンも入れよう。キノコ、インゲン。まあ、なきゃないで、ないで、ないだよ。何かしらでいきますよ。それは何かしらできますよ。あ、そうだ、まゆちゃんご飯を作っちゃうかな。ナスも煮浸しみたいにしてナスに入れちゃおうかね。それで美味しいんじゃないかな。まあ、おにしめっつってもね、要するにその、いろんなその素材を、鶏肉と合わせるのね、僕の場合は。で、ないからできないとか、そんな甘っちょろいこと言ってんじゃねえ。じゃがいもがあるし、じゃがいも。じゃがいも入れちゃいましょう。じゃがいも入ると肉じゃが風でしょ。肉じゃが風また体重100キロ超えちゃったよ。昨日の朝98.8 とかでさ、やったー、毎日500グラムずつ減ってる。ふぅー。で、ビールガンガン飲んで、もつ鍋一鍋食って、死ぬほどなんか食ってんだよな。これあれです。カツになります。カツを作りましょう。カツはカツ、愛はカツ。ほやっぱー、ほやっぱー。じゃがいもはね、なんて言うんだろう。伝統の食材ってとろみが出るから、マッシュポテトみたいにするときは電子レンジでもいいしね、下ゆでは電子レンジでもいいんだけど、今回はその、煮えていく途中で、こうなんかとろみが出るところをね、そこを評価するじゃないですか。評価、評価、そこを評価、そこを評価、ほう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 、そこを評価、そこを評価、まあいいやね。うん。じゃがいもはね、そういう意味では。だから、じゃがいもと大根は共に生きることもあるけれども、それぞれになんていうの、主役格だから、主役格なんですよ。主役格。問題はこれが腐ってないからですよね。あ、危ない。ウルトラセーフ。もうちょっとで、いってますね、この人ね。うん。もうちょっとできてる。
これこう、あの沸騰してる中に入れてシュッて白くなるのもちょっと待って、そしたらそのまんまちょっと止めます。火をピュッて、火をピュッてね、火をピュッて、火をピュッてね。そうすると美味しいじゃろう。ここは毎日の、あ、毎日のご飯も今作っちゃうから、あ、そうしよう。そうすると夜何もしなくて、奥さん急にあの仕事入ってさ出かけちゃうんだよね。4時からだから今のうちに作っといてあげるとさ、帰ってきてさ、まあ嬉しい、マセイ最高なわけねえろなんで三つ星レストラン、レストランのケータリングじゃないの。それはね、うちが貧乏だったみたい。あんたが悪いんでしょ、貧乏なのは。稼いできなさい、ドン。はい、ダメ親父仕方ないじゃない。俺にだって生きる場所をくれよ。やっぱ海外シーだよね、美味しいです。まあこういうのもなんかなんかとね、ちょこちょこっと入っちゃうと、まあ、もう美味しいです、美味しいです。やっぱね、美味しいです。これ実はこれキノコね、えのきはね、だいたい僕は西のとこには入れない人なんだけど、入ってもいいです。何その生意気な言い草は、うん、あのこう娘の中でえのきってさ、形として残ってくんないよね。もうみんなこうちょっとバラバラになっちゃうでしょ。あれが俺ちょっとすごいなと思うんですけどね。すごいなというか、もう仕方ないなっていうか。はい、じゃあ煮浸し風にね、これやります。これ最後ですね、入るのはね。あ、これも入りますね。これだ。まだ臭くない。臭ってなくもあるよな。お、なんか、ガンラガラガラピーヘラピーヘラなってきましたね。ちょっとお湯が多いな。もうちょっとお湯少なくしよう。これ再沸騰したところで、止めて4分しっていうことはね、イカってこれで煮るといいよね。沸騰して4分置いとくの、火から下ろして。そうするとね、中までねじくーっと熱が入ってくる。それでいて、温度自身がものすごく、沸騰してない状態でのものだから、5分ぐらいでもいいと思うんだよね。それはね、素敵な素敵なことが起こるよ。うん、あの味わいが全然いいですかな。本当かおい、かな。あの人によるかなね、かな。まあね、これかぼちゃも適当に切ってね、かぼちゃと大根が今日一緒ですからね、かな。多いな、じゃがいもな。半分でよかったね。あ、でも残り半分どうする。味噌汁に使うか明日ね。かぼちゃがあるっていうことをちょっと忘れてましたからね。あんまり、おお、これ、これみんなとろみが出ますか。とろみが出ます。とろみが出ます。とろみが出ます。ぽう。とろみが出ます。とろみが出ます。これね、こんにゃくを煮ておきます。これがあるとね、ちょっと、全然話が違うからね。これは、特許だよ。真似すんだったら100万円を越せ。料理に。著作権特許があるか、バカ。殺せるよ、わしが。そんなことを言うやつが。まあいいよね。やっぱ。はい、これはね。それかまぼこはちょっと、練り物僕必ず入れますよね。なんていうの？心が弱いんですよ。それが、楽しげだね、おめえさんね。半分ぐらいいっちゃおうか。それが。これあれだよね、板の上のお刺身にしてもいいよね。
こうなんかちょっと大きめに切っておくとさ、お今日は板の上のお刺身だね。板の上のお刺身ちょっと違うろ。俺あの宣伝はなんか好きだったけどさ、まあなんかそれはちょっとなって思ったよね、昔から。ちょっとねほうほう。ナス大きめにしてさ、そうそう、皮の方が残るから、皮が残る。だからそれはそれで美味しくなる。マイカのご飯だね。キャベツが味ないとダメだね。キャベツが味ないとダメだも、じゃあマイカのご飯はキャベツとジャガイモやろう。これジャガイモちょっとだけね。それ人参やれるの。これはいいよ。かまぼこちょっとだけマイちゃんよりもあげようか。かまぼこね、こんなでいいかな。よしよし、じゃあもう始めますか。煮しめって意外とこうやって始めるとあっという間なんだよね。煮しめのいいところってのはさ、この料理が進んでいく間に他の料理作れるでしょ。そこがいいとこだよね、煮しめのね。煮しめで、これ今鳥がね、うん、いい感じだ、いい感じ。この汁はどうすかな、入れちゃおうかな。入れちゃおうか。そうするとちょっと少なめの方がいい。もうこれ3分経つね。ちょっとこれバラした方がいいんで、一回水でさらしましょう。これあったから熱くなってからね。で、これはこう、裂いといてあげましょう。そうすると、これ、肉がね、これも一緒に煮ちゃうってのはね、いいことですよ。多分。これで、この鍋のね、あれができたでしょ。タンパクがね、タンパク質。で、かぼちゃと大根を一緒に入ってみましょう。かぼちゃ大根、一番最初にとろけてとろみでやらなきゃいけないですからね。これかぼちゃ大根一番ですね。長くやらなきゃダメだし、大きさで後にしてあげよう。で、このなんていうの、美味しさが全部こう合わさっていく感じ、それが最高ですね。厚揚げは半分切ってやればいいね。厚揚げを半分切ってやって、厚揚げを半分切ってやって、ほやほや、ほやほや、これもう薄揚げみたいなもんだね、これね。厚揚げ半分切ってやってね。で、こんにゃくでしょ、こんにゃく。こんにゃくは冷たいところから元気になれ、元気になれ。なすは全部入れる感じだね。しいたけが、えのきも入るでしょ。で、おでんの出汁で煮ます。おでんの出汁で煮ます。今日の煮しめはね、焼き浸し風の煮しめじゃなくて、おでんの出汁風で煮るからね。汁ですよね。早い話はね。シュシュ。シュシュ。はい、人参に椎茸。人参。人間に茄子が最後だね。ナスはちょっとあんまり煮たくないからね。煮たくです。ね、これも入れておいてあげましょう。別に道具じゃないんだから。もういい感じやね。あ、今日の煮しめはちょっと今日の煮しめだね。今日これおでんのね、本気のおでんの出汁って思って。これ意外と美味しかったですね。なんか一品物っていうか、これ後で 見かけなくなっちゃったから、もうその会社の商品ラインナップからは外れたかもしれないですね。あのスーパーの、ね、ラインナップから。これだけです。ちょっと醤油とか味が見ると思うけどね。
はい、じゃあこのままガンガンいきますか。ガンガンとガンガン、ガンガンとガンガン、ガンガンとガンガン、ガンガンとガンガン。素材がここでこう一つになるでしょ。もうそれで大丈夫。これ俺が揚げたんだよ。俺が揚げたんだよ。俺が。それが、はい。これほとんどなくなりますからね。見るとね。それがまた美味しいんだよね。不思議だろ。不思議やの。じゃあナスをちょっと別鍋にざる入れて、これ最後に入りますナスね。もうちょっと小さい方がいいかな。このぐらいの大きさがないと、まああれだよね、食べた時にあ、ナスって感じしないよね。うん、なかなか難しいところですね。はい、そしたらじゃあ舞ちゃんのご飯いくか。舞ちゃんのご飯、やっぱ舞ちゃんのご飯は夜作るんだけど、夜もう仕事をしてたいから、なんか前に来ました。お、来た。前お前これ晩ご飯だから今食えないんだよ。作るけど。僕になんか食べさせてくれないの。そういう顔してますよね。なんであんた方だけお昼食べて僕はいつもお昼ないの。3食ちょうだいよってそういう顔してますよね。じゃあちょっとやろっか。かわいそうだからね。ほら。ほら、お前の好きなかまぼこだよ、かまぼこ。ダーン!ダーン!ダーン!ほら、ダーン!ダーン!もっとちゃんとダーン!もっとちゃんとダーン!おお、久しぶりですね、その裏返しになったら。もう一回ダーン!もう一回ダーン!ずっとダーン!まあいいね、はい、あげよう。はい、はい、元気に生きてもらいたいものです。しかし、毎日ご飯作ってあげてんだからさ、なんか、そのうちね、ここ掘ればうまいとか言ってさ、来週のルートは5、7、8、9、15、21だよとか、なんかそういうの教えてくんないかね。なあ、教えろよ。お前、本当はロートの番号知ってんだろ。ロト番号券。ワン、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 ワン。これはどうも。来週のロトの当たり番号を吠えて教えてるね。バカお前。俺バカ。ちょっとジャガイモ入れてやろうかな。たまにはね。ジャガイモが入っておいしい。ペットフード。ペットフード。ペットフードじゃないよ。前は家族だ。やっぱ、はい。大変ですね。それはまた。これもう悪くなるんだわ。もうすぐ。だからちょっと今日カツにしちゃいましょう。来たね。気がつかなかったよ。お前はこんな状態だなんて。いいの。私腐っても痛い。ちょっと違うのそれ。なあ、私腐ってもタイなのっていう、そういう人はいないよ。だともうめんどくさいから、この前で切るけど、勘弁な。あ、沸騰してます。これあれだね、沸騰するとね、減点ですよ。はい、ブー。美味しそうな、美味しそうな、美味しそうな、おにしめができていく。おにしめって言っても、これおでんの出汁で煮てるでしょ。だからいろんな形があっていいんですよ。なんかちょっと危ないこと言いそうですけど、やめます。ああ、なかなかうまい。もうちょっとだな、何か足りないな。もうちょっとってのはね、多分汁の味のパンチが足りないんで、鶏ガラスープを入れるのがありました。鶏ガラスープそんなに濃い醤油味じゃないんで、この鶏ガラスープはね、鶏ガラスープ全般がそうじゃない、そういうわけじゃないですけどね。今、鶏でしょ?鶏ね。で、旨味がわーっと外出て、またずっと入っていきますからね。それが、今沸騰したところは、ちょっとしょっぱめでも味すると思うんだけど。
うん、多分美味しいと思うんだがな。はい、じゃあそのまんまでまいちゃんのご飯の方に入りますか。これまいちゃんのご飯ですね。で、鶏が入ります。ちょっと豚肉を少し入れてあげようか。油は入ってないとダメですからね、何事も。うん、もしまいちゃんが野生でガオッてなんかを取って食べたとすると、こういうものだよねっていうね、そういうものを作ってあげるんですね。これはまいちゃんのご飯でね。はい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 、ほうほう。はい、じゃあこのまま煮ましょう。それでこれをカツにあげればいいんですね。でも明日カツするしな。明日食おうとしよう。こうやって塩もんでおけば、あれが残るから、そんなに悪くならないから。今日はあと、まいちゃんのご飯を、やることにしよう。今日はもうこれでね、これ終わりね。こうやって切ります。まずはこうやって切って、こっち側からこう、ちょっと叩いといてあげれば。ふんわかほわほわ、ふんわかほわほわ、ふわふわっていうね、美味しいカツができます。でもやっぱ揚げるときに、ちゃんとそう言わないとダメね。ふんわかほわほわ、ふんわかほわほわ、ふわふわ。これさっき手羽先が入ってますね。ここに入れて明日作りましょう。今日はまあ何だろう。よいしょ。塩振る、塩。塩振っといてね。塩振るとその塩分濃度が高くなって、外側でいろんなものが生きないから、細菌がね、生きないから、ぬめりがもう出なくなります。なったんでね。ぬめりは出なくなるのだ。わかったか。最初に仲介を言ってきたやつが裏切り者だ。でで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 ここのところずっと音が片付いてますよね。それでこっち側でまいちゃんのご飯が煮えたら夜の分が終わりますんで、ここで後片付けだね。まああとカツは明日でいいろ。でも今日やっちゃうか。なんか夜食うもんがねえな。まあいいやな。やっぱもうちょいになると、じゃがいもとあれがちょうど良くなったぐらいになると、スープがこう美味しくなってますから、そこにこのナスがドーッと入って煮浸しっていうかね、ちょっといい感じになるみたいな。じゃがいもの方は先に煮崩れちゃうんで、それが煮崩れるところが美味しさの決めて。お、もうらもうこうシュッとこれ入るでしょ。うん、全部煮崩れますね、これね。じゃがいもが、じゃがいももう全部よく煮崩れますね。はい、そしたらこれね、ナスをもう入れていいでしょう。入れちゃいましょう。ナスはね、醤油っぽい方が美味しいんだけど、ちょっと今日はわからない。料理毎回味わいが変わるからね。それがいいとこじゃん。味吸いますからね、しょっぱみ吸うから、煮上がったねっていうところでもう一回。ああ、いいかもね、これでね。すまし系だよね。何すましてんのよ、あなた。スマッシュ。テニス上手なんだって、スマッシュだろ、それ。面白くね。誰にも笑ってもらえません。マサヤは寂しい男です。これ、もうちょっとこれガタガタ言いすぎ。
っちはもうちょい。これはほっときます。食べさせるのは夜夕方の5時頃ですからね。もうちょっと煮て半分は明日朝食べるということにしましょうかね。うん、それでいい。まあ、今日は西目でいいの。俺まだ飯食ってないんだよな。じゃあちょっとご飯食べることします。チョンクさんがね作っておいてくれたおかずがあるんでそれで食べれるかね。鮭ね美味しそうだね。玄米を出して食べますか。ということで皆さんもおいしいお昼晩ご飯食べてくださいね。じゃあバイ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 。